こんにちは、えずこです。それでは今回なんですけども、2024年11月以降、改定始まるまとめということで、この動画ではクレジットカードやスマホ決済などの、新たに始まることや、ルール変更などについてまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行ってみましょう。少し数が多いので、サクサクっとお伝えしていきます。早速その一つ目が、こちら、2024年10月の15日、PayPay LINE トークルーム送金ということで、ちょっと10月時点でお伝えできなかった分をですね、少しだけお伝えします。その一つ目がこちらの、 LINE のトークルームから PayPay の送る受け取る機能が利用可能にということでそうなんですよ LINE のアプリがあると思うんですけどもそこのなんと送る受け取るというメニューが新たに追加されてこのメニューからですね ペイペイの送る受け取る機能が使えるようになりましたということなんですよ。まあご存知のように、後ほども少しお伝えするんですが、来年の4月でスマホ決済の LINEPay のサービスが終了するということで、まあそれに関連しておそらくこの機能が出てきたのかなと勝手に予想はしてるんですけども、やり方は結構簡単で、トークルームのところで送る受け取るをタップ、そこから送るリンクを作成、で、このまま金額を入力して次へ、で、画面を進めてリンクをシェアしますか、で、このまままリンクを送れば、 完了というような流れになりますあともう一つですね LINE のトークルームから支払いのリクエストをですねできるみたいなんですけどもそのやり方も結構簡単で送る受け取るから請求リンクを作成する例えば1800円を請求するっていう QR コードを作成してそのリンクをシェアして相手に送るとこれで完了という流れになりますなので LINE 上で何かこうやり取りしててあそういえば昨日の飲み会の分割り勘の分を送るの忘れてたなとかそういった時は LINE のトークルームからサクッとこのように ででで送るるここととがきのののアアッッププデデーートトは結構嬉しいいななか思ます次、二つ目も PayPay で2024年10月の24日、PayPay で PayPay カード情報ということで、それがこちらでございます。最短4秒、PayPay アプリのホーム画面で PayPay カードのカード情報を確認できるようになりましたよということですね。まあ、PayPay カード自体ね、カード券面にカード情報が記載されてなくて、毎回ね、アプリ上にログインをしてそこから確認をするということなんですけども、今度から PayPay アプリのホーム画面で ペイペイカードの情報ががすぐにに確認できるよううなったたとということが発表されましたカード情報の確認方法なんですけども、バーコードのタップっていうのがあるので、ここをタップして、そしたらこの PayPay ペイペイカードの画面が出てくるんですけども、この目に斜線が入ってるようなとこですね。ここをタップすると、そして端末の認証が行われて、このようにカード情報が表示できるということですので、例えばオンラインショッピングとかでカード情報が必要であったり、何かしらね、入力をする機会があった時、PayPay ペイペイカードの、その時は今みたいな方法で簡単に確認する すするこことがでできますのでこれもね結構嬉しいいいアップデートの一つなななんじゃないかなと思いますもう一つね、結構個人的に嬉しいアップデートがあったんですけども、2 0 2 0年10月の24日、PayPay ペイペイ支払い画面ということで、それがこちらでございます。画面が切り替わっても、最後に選択した支払い方法が維持されるようになりましたということなんですよね。これどういったことかというと、2 0 2 0年の10月の30日より、 ホーム画面や支払い画面上で支払い方法を変更した後、ホーム画面から支払い画面、支払い画面からホーム画面に遷移した場合に、前の画面で選択した支払い方法が維持されるようになりますよということですね。まあ、例えばなんですけども、PayPay クレジットから PayPay 残高に変更して画面遷移した場合、遷移後も PayPay 残高が選択された状態で表示がされますよと。それがこの画面なんですけども、PayPay の旧後払い、クレジットで決済する。 その画面から、ここをタップすると、支払い方法の選択で、例えば PayPay 残高を選択。そうすると、この赤の PayPay に切り替わるんですけども、PayPay 残高で決済して、この画面の状態になる。で、遷移された後もですね、PayPay 残高が選択された状態になるので、まあ、常にこの青の PayPay ばっか使ってる方であれば、特に問題ないと思うんですけども、まあ、このチャンネルを見ていただいてる方で、おそらくね、PayPay を使って、他社のクレジットカードを設定されてる方も一部いらっしゃると思うんですよ。いわゆる何かしらのクレジットカード 修行中とかですねそういった時は結構ね画面を切り替えたりすることがあると思うんですけどもまあ、その場合に結構このアップデートってのはかなり嬉しいんじゃないかなと思います毎回ねちょっと支払いを切り替えるのも面倒くさいですしどちらかというとね前使った支払い方法が残ってる方がね楽だと思うんですけどもこの2024年の10月30日からですねこちらのようなアップデートがかかりますので、まあ、普段からねペーペーを使っている方はこの機能についても確認をしていただければと思います では、ここからですね、11月に入っていくんですけども、2024年の11月の1日、メルカリ D ポイント還元率変更ということで、メルカリと D ポイントを連携することで、D ポイントが貯まったりとか、D ポイントを使うことができたりするわけなんですが、それについて、重要なお知らせが発表されておりました。メルカリサービスにおいて、2024年の11月の1日より D ポイント、通常ポイントの付与条件について、下記の通り変更させていただくことになりましたということなんですけども、まあ どんな風に変わったのか見ていきましょう。もともと変更前については、取引ごとに税込み200円につき1ポイントが申請される、少数点以下は切り捨て。これは2024年の10月の31日23時59分以前に購入した分までが対象ということなんですが、今回変更されたところがこちらでございます。変更後、取引ごと購入金額1000円につき1ポイント申請、少数点以下切り捨て。これが2 0 2024年の11月の1日0時以降に購入した分から対象ということで。 ござい,ますいや、これ結構きつくないですかなので、もともと200円につき1ポイント0.5%還元だったのが0.1%還元になるということですので、もう正直もう合ってないようなもんですよね。まあ、ちょこちょこね、メルカリについては僕自身もちょっと使ってはいるんですけども、今回のこの発表って地味に痛いなと思いますね。まあ、ここ最近はね、フリマアプリではないんですけども、EC サイトの Amazon でもね、D ポイントが貯まるようになったので、メルカリでこれ これが起きてるということであれば、いつかわかんないんですけども、Amazon とかでもルール変更とかあるんじゃないかなっていう風に予想しちゃったんですけども、いかがですかね。なので、普段からメルカリで D ポイントを貯められてる方は、あれ、ポイント貯まらなくないとかいう風になるかもしれないので、一応、11月の1日以降に、このようなポイント還元率に変わりますよっていうことで、覚えていただければと思います。これ結構ショックですね。次に、5つ目、2024年の11月の1日、楽天市場 SPU 改定ということで、 楽天市場にはですね、SPU というスーパーポイントアッププログラムというサービスがありまして、状況を満たすと楽天市場でのお買い物がポイント最大17倍というサービスがあります。 そこに今回から新たにサービスが追加されたんですけども、こちらに表示されている楽天 k ドリームス s カッコ k l を対象サービスに追加がされます。それがこちらの楽天 k ドリームスいわゆる、k 輪に投票できるサービスのことですね。で、条件を達成することで楽天ポイントがプラス0.5倍になりますよということなんですけども、プラス0.5倍の条件は何なのかと言いますと、楽天 k ドリームスで会員登録楽天 ID の連携をした後に、当月の 試験投票額1万円以上を行ううこことととででで楽天市場でのお買いい物ががプラス0.5倍ということなんですがちょっとね、米印ちょっとここ見てほしいんですけども、ワイドを除くっていうことなんですよ。僕のチャンネルをね、普段から見ていただいてる方はご存知だと思うんですけども、ちょこちょこ僕もね、競輪とオートレースのサービスのウィンチケットっていうサービスを紹介してるんですが、そこで結構ワイドをね、個人的に押してるんですけども、それが除かれてるんですよ。ワイドをすれば比較的ね、高確率で当てやすかったりする んですが、それは除かれるのでちゃんと投票する際にバイド以外で投票してくださいっていうのが条件となりますちなみにその軽ドリムスについてこちらのような画面でどのようなサービスなのかっていうのが分かりやすく出ておりますのでぜひ、まあね、このページ見ていただければと思いますなのでまあ軽輪投票するサービスになっているので無理に参加する必要はないんですけどもできそうな方はねトライしてみてはいかがでしょうか次に6番目2024年11月1日以降 JQ カードセゾンポイント対象外ということでこちらについては 過去動画で何度か紹介はしてるんですけども JQ カードセゾンというクレジットカードがあるんですけどもその一部サービス変更に関するご案内というのがありましてそれが2024年の11月の1日から一部変更となります何がどんな風に変わるかと言いますとこの JQ カードセゾンというカードを使って JR キューポの加算対象が変更ということが発表されております。2024年の11月の1日以降ですね、以下のご利用は JR キューポの加算対象外ということでございます。例えば、ダイワコネクト証券であったり、楽天エディのチャージ、ナナコチャージ、JAL グローバルウォレットのチャージ、これについては JQ カードセゾンを使っても JR キューポは付与されないということでございます。ちなみにですね、ダイワコネクト証券につきましては、2024年の1 1月の5日の積立注文分より対象外となります。 して変更規模の場合については2024年の10月31日木曜までに会員様ご自身で設定変更が必要となるということですので、まあ、普段からですね JQ カードセゾンまたはこちらに出てるようなカードを使ってダイワコネクト証券で積立をされている方はご自身で設定の変更なりすることをですね推奨します次はちょっとしたキャンペーン情報なんですけども2024年の11月の1日 D ポイント最大15%増量というのが開始します、まあ、こちらもね過去動画ですでに解説はしてるんですけども事前 エントリー受付中ポイント交換で D ポイント機関用途限定が最大15%増量されるというキャンペーンでございます。このキャンペーンは10%は確実にもらえるんですけども、残りの5%に関しては抽選で10人に1人に5%が増量されるというキャンペーンでございます。で、参加するためには必ずエントリーが必要となるんで、 絶対にエントリーを先にしましょう。で、キャンペーン期間は11月の1日から始まって1月の5日までとなります。そして、参加する際のキャンペーン対象企業ということで、今出てるようなこちらのポイントを D ポイントに交換すれば、最大で15%が増量されるということでございます。で、全部が全部11月の1日からではなくて、このようにアプラスのポイントであれば11月の15日からであったり、おきどきポイントとかオりコポイントについては11月の16日からなど ですね、対象企業のポイントによっては開始時期が違いますのでこちらについても公式ページをちゃんとチェックした上で d ポイントに交換することをお勧めします。次8番目は、ペイペイカード回収事務手数料ということで、それがこちらなんですけども、ペイペイカードの回収事務手数料の請求についてということで、これどういったことかというと、2024年の11月の請求分より、カードの利用代金を支払いまでに支払いいただけなかった場合、ご利用代金の回収事務にかかる費用として、回収事務手数料を請求いたしますと。で、その請求金額が275円発生するということですので、まあ、基本的には、ペイペイカードを使って、 銀行口座にその使った分を入れておけばちゃんとね引き落としがされると思うんですけどももしそれが入ってなかったりしたらこの回収事務手数料が発生した上で精算されることになりますんでまあこのチャンネルを見ていただいている方はそういったことないと思うんですけどもまあちゃんとねこういったのが発生する前に使ったら使った分だけですね銀行口座に入れておくということを気をつけてください気をつけるというかもう当たり前のことですね次9つ目11月の1日イオンカード 3D セキュアということでこちらも何度か動画で紹介してるんですけどもイオンカ スーードのの本人認認証証サービ 3D セキュア SMS 方式ととものはご案内についてといてうことでこの SMS の認証方式っていうのはお客様がネットショッピングでの取引時にパスワードでの本人認証を求められた際当社よりショートメッセージにてご本人様の携帯電話番号にお送りするワンタイムパスワードを入力いただく認証方式で簡単で安全性の高いショッピングをお楽しみいただけますということですのでまあ普段からねイオンカードを使っている方はこのようにですねネットショッピングとかする際に 変わりますよということで、頭の片隅に入れていただければと思います。次に10番目、2024年の11月の1日、三井住友カード、海外事務手数料ということで、それがこちら、外貨でのショッピングご利用に伴う海外事務手数料改定のご案内というのが発表されております。もともとですね、三井住友カードを使って海外で決済する際は、改定前は税込2.2%の手数料が発生しておりまして、デビットカードについては3.05%の手数料が発生しておりました。それが、今回、 回から新たにちょっとぐんとね手数料が上がることになりまして改定後3.63%の手数料そしてデビットカードも同様に3.63%の手数料ということですのでいやーまあねもう三井住友カードに限らず様々なねクレジットカード会社さん今手数料が上がってきてはいるのでもしね海外に行って で、お買い物する際とかもう。今どこの手数料が安いのかっていうのは探すのが難しいぐらいね。上がっては来てるのでちょっとね。お買い物する際は気をつけてください。ちなみにですね。米印でも出てるんですけども。amazon マ,マスターカードについては本改定の対象とならないのでなんとね。海外事務手数料は1.6。3%ということなんですよ。 これ個人的に結構すげえなって思ってるとこではありますので、まあ普段からね、Amazon マスターカード使ってる方、さらにそれを海外で使われてる方はですね、まあ1.63%であれば普通に決済するのはありなんじゃないかなって個人的に思っちゃってるとこではあります。いいですね。ちなみにですね、100ドル使った場合についての請求例もわかりやすくこのページに出ておりますので、まあ実際にどれぐらい上がるのかなとか、それについてはぜひね、こちらのページチェックしていただければと思います。次に11番目、2 0 2 0年11 1月の上旬 SBI 三井住友クリストカード積み立てということで、それがこちらなんですけども、こちらもねちょっと前に動画でアップしたんですが、SBI 証券でニースア口座をお持ちの方対象に三井住友カードの積み立て当時のポ V ポイント付与率がアップしますよってことが発表されました。これはですね、実際にどういった風に変わるかというと、ニースア口座を持っている前提にはなるんですが、プラチナプリファードゴールド一般であれば、プラチナプリファードであれば最大3％、ゴールドであれば最大1％、一般であれば最大 0.5%だったのがプラチナプリファードは最大で3.1%ゴールドであれば最大で1.1%一般であれば最大で0.6%という風なポイント付与率に変わりますこれについては常時このポイントになるわけではなくて対象期間が決まっております2024年の12月の買い付け分から2025年の買い5月の買い付け分までということですので、まあ、ずっとですねプラス0.1%されるわけではなくて約半年 確かですねその期間中にプラス0.1%をされるということになりますので、普段からですね、三井住友カードを使って SBA 証券でクレジットカード積み立てをされている方は、ちょっと ピリだけお得になるとといいうことでございますめちゃくちゃでよなくて、ほんとちょっぴりということですね。まあ今はね、いろんな証券会社さんがほんと自分とこを使ってくださいということでね、様々なニー s のキャンペーンとかを打ち出してるので、まあどこもね、今取り合いになってるとは思うんですけども、もうどれがいいかどれが正解なのかっていうのは、ほんと僕はなんとも言い難いとこではあるので、僕はこのまま今のところはですね、 三井住友カードを使って SBI 証券でニーサで積み立てをしようかなというふうに思っているところではあります。次、12番目、2024年11月の12日、ここいこ終了ポイントアップモールということで、それがこちらなんですけども、三井住友カードのここいこっていうサービスがありまして、このサービスは、今出てるような、こういったビックリドンキーとか、ビックカメラとか、洋服の青山、こういったところで、エントリーをして、そこでお買い物をすると、プラスで1.5%ポイントがもらえちゃうんですよ。で、このココイコ というサービスが2024年の11月の12日をもってサービスが終了するということが発表されておりますちなみにサービス終了に伴いまして新たにお得なサービスがリリース予定ということもですねちょっと匂わせてるんですけども、まあ、ちょっとね実際にどういったサービスが出てくるのかね僕もかなり気にはなっているところではありますそれに関連してもう一つ三井住友カードの運営するポイントアップモールっていうポイントサイトみたいなものがあるんですけどもそれもですね中のお知らせが出ておりまして2024年の11月下旬 旬以降に新たにお得なサービスサイトをリリース予定ですとなのでまあ、かなりねこのココイコというサービスとポイントアップモールがまあ、リニューアルするような感じになりそうなのでこれについては何かしらの情報が出てき次第ですね僕のチャンネルで紹介をしたいなというふうに思っているところではあります次13番目はですねかなりローカルな情報にはなるんですけどもかなり興味深いニュースでしたのでちょっとピックアップをさせていただきたいと思うんですがそれがこちら2024年の11月の15日熊本県の交通系 IC カード のサービス停止ということでございますそれがこちらなんですけども九州三高バス三高バス熊本電気鉄道熊本都市バスそして熊本バスこれらの熊本県内のバス電鉄電車の決済手段が変わりますっていうことがで,ですね発表されておりますこれどんな風に変わるかっていうのがですねちゃんとこのページに出てるんですけどもかなりですね意外な発表だったのでまあ、結構全国ニュースにもなって話題にはなってたんですけどもどんな風に変わるかというと基本的には現金 モンのの IC カードこのカーードドこですねそれえ、タッチ決済なら良くないっていう風に思うかもしれないですけど、もう少し続きがあるんで読みましょう。タッチ決済導入に伴いまして、全国共通交通系 IC カードは2024年の11月の16日からお使いいただけなりくなりますよと。そうなんですよ。熊本のバスとか電車に関しては、なんとね、こちらの全国共通交通系 IC カード、スイカとかパスもにもかスゴか、他にも、来たかマナかトイか、 これらがですね使えなくなくるんですよえー、って感じですよね。まだ日本でも交通系 IC がむしろ使えないところはね、ちょこちょこあったりすると思うんですけども、もともと対応してたのにそれが廃止されるっていうことなんですよ。これびっくりじゃないですか。で、その代わり、今回から新たにタッチ決済が導入されるということになります。まあ、タッチ決済はね、皆さんご存知のように、国際ブランド、クレジットカードとかの国際ブランドが展開している非接触型の決済のことです。 決済を端末にタッチ決済対応のカードやスマートフォン等のデバイスをタッチするだけで決済が完了しスピーディーな決済が可能ですということでね。それこそ先ほどから紹介しているような三井住友カードであったりとかねペ、PayPay ペカードとかにもね、このリップルマークっていうね、マークがついていれば基本的には乗ることができますよと。2024年の11月の15日までであれば交通系の IC カードは使えるんですけども、そこから3月上旬まで決済できないみたいなんですよ。これめちゃめちゃ辛くないですかで、そして3月上旬についても決済不可と。 その代わり現金とか乗車券であったり、熊本の IC カードですね。これであれば問題なく使えるということと、まだタッチ決済については全部が全部対応してないみたいで、リムジンパスとかについてはまだ対応してると。その代わり3月上旬になったら基本的には全部が全部対応してくるというような予定になっております。なのでね、ほんと熊本とかに観光とかに来た方とかですね、あれこれスイカ使えないのっていう風になるかなと思うので、一応このようにもう廃止されるということになるので、ちょっとお出かけされる予定がある方とか、 出張される予定がある方とかいらっしゃれば絶対にこの部分は覚えておいてくださいまあ、これについては本当にいろんな大人の事情もあると思うので僕がどうこう言うのも変かもしれないんですけども個人的には IC カードも使えてそしてタッチ決済も使えれば本当ねみんながハッピーになるんじゃないかなと思うんですけどもどうですかねまあ、なんでこうなったのかはですねご自身でぜひね Google とかで検索してね理由とかをニュースサイトとかで見ていただければと思います次14番目2020年の11月中旬に au 自分銀行イオン銀行 ATM 対応ということでそれ それがこちらでございます au 自分銀行11月中旬イオン銀行と ATM 提携を開始予定ということでございます全国のイオンやミニストップでの ATM 利用が可能にとまだ明確な日程は僕が動画を撮影している時点では特に出てはなかったんですけどもとりあえず2020年の11月中旬からということで本提携により au 自分銀行口座保有のお客様は全国のイオン、イオンモール、ミニストップ、マイバスケット等に設置されているイオン銀行 ATM でキャッシュカードを利用して現金の預け入れや引き出し取引、 カードローン取引が原則24時間36。5日可能になりますよと。とイオン銀行 atm は全国に6800台ですね。あるということですので、普段から au 自分銀行を使って,て、さらにメインバンクとして使っている方であればまあ、結構ね。これは嬉しいニュースなのかなと思います。次15番目こちらもね。かなり重要な情報なんですけども。2024年の11月30日ビザの隠蔽プリペイドカード3%還元が終了します。それがこちらなんですけども、visa の隠蔽プリペイドカードということで、まあ、そもそもですね。 ビザラインペイプリペイドカードについては来年の1月30日をもってまずサービスが終了するということが発表されておりますスマホ決済のラインペイは来年の4月で終了するんですけどもビザラインペイプリペイドカードはもう少し早くね終了するということですねで先ほどお伝えした3%還元が終了するということなんですけどもこんなスケジュールで発表されております11月の1日から11月30日でビザでタッチ決済3%が終了すると最終エントリーの受付と11月がそして12月の10日開発 日曜日にビザでタッチ決済3%還元の最終ポイントが付与されますなので11月でサービスが終了するわけではなくて11月までお買い物できちゃうんですけどもその付与されるポイントについては12月付与されるということですのでとりあえず3%還元を狙いに行く方がいらっしゃればこのようなスケジュールとなっているということを覚えておいてくださいこのカードの魅力的なところといえば基本的には審査なしでね使うことができるというのがね魅力的でさらにそこから3%還元を狙うことができちゃうのでまあ、誰でも使えるな っていうところが本当魅力的ではあったんですけども残念ながらね来年の1月30日で完全にサービスが終了とするということでございます次16番目12月の1日住信 SBA ネット銀行 ATM 手数料ということでこちらについてもねもう動画で紹介してるので簡単にお伝えすると ATM の手数料改定というのが発表されておりまして12月の1日から以下の通り ATM 手数料を改定する予定ですのでお知らせいたしますと基本的にはスマートプログラム対象視点今出てるようなこの対象視点を使っている方が対象です 改定前についてはアプリで ATM を使う際には改定前についてはですね、セブン銀行 ATM とかローソン銀行 ATM についてはスマプロランクに応じて一定回数無料で引き出しができておりました無料回数を超えた場合110円かかるんですけども基本的にはねもう無料で使えている方が多かったのかなと思うんですが改定後についてはセブン銀行 ATM やローソン銀行 ATM は何度でも無料となりますこれは結構個人的には熱いなと思いますねですけどもキャッシュカードデビット機能付き含むご利用時については 改定前については、こちらもね、スーマープロランクに応じて一定回数無料ということで、キャッシュカードを使って、先ほどお伝えした銀行 ATM 以外にも、E ネットかユーチョとかうちょとか、イオン銀行とか使ってね、無料で引き出しができていたんですけども、残念ながら改定後については、それぞれ165円が発生します。うちょ銀行については330円、イオン銀行については110円ということですので、いやー、このニュースってのは賛否両論、本当に分かれるっちゃ分かれるんですよ。E ネットといえば、ファミリーマートにあるね、ATM のイメージがすごい強いと思うんです ですけども普段から使ってるコンビニがもうファミリーマートでそこしか使ってないっていう方からすれば、このニュースはかなりね。痛いニュースかなと思うので、普段からスミシン sbi ネット銀行、さらにこのスマートプログラム対象支店を使ってる方は絶対にこの部分をしっかり覚えておいてください。ま、スミシン sbi ネット銀行自体ね。ほん比較的使いやすい銀行の一つではあるので、まあこれから使い続けるかどうかもですね。1つ考えていただければと思います。次17番目2020年12月の4日セゾン外貨ショッピング手数料ということで。 それがこちらでございますセゾンカードでの外貨でのショッピング利用に伴う海外事務手数料改定のお知らせというのが発表されておりましてまあいろいろね大人の事情があるみたいなんですけどももともと買い前についてはビザであれば税込み2.2マスターカード2.2 JCB2.15 そしてアメックスであれば2%だったんですけども改定後についてはビザで3.85マスターカードで3.85 JCB で3.85そしてアメックスでも3.85ということで先ほど紹介した三井住友カードの外貨ショッピング の手数料とほぼほぼ変わらないぐらい三井セミトモカードは3.63%に対してセゾンが大体たい3.85なんでちょっぴりセゾンカードの方が手数料高いんですけどももう三井セミトモカードに限らずね本当このセゾンカードも外貨ショッピングの手数料変わるのでセゾンカードを使って普段から海外で利用されてた方とかは絶対に気をつけてください次18番目2024年の12月三井セミトモカード学生ポイントということで三井セミトモカードには学生ポイントというめちゃくちゃお得なサービスがあるんです ですけども、例えばサブスク最大9.5%還元とか携帯料金が最大1.5%還元 QR コード決済が最大2.5%還元とか分割手数料全額ポイント還元ということでサービスが展開されてるわけなんですけどもこのサービスの条件が改定されるということでまずは2024年の12月の1日ご利用分よりということで当サービスを25歳以下のお客様を対象とするサービスにまず改定がされます そして QR コード決済、LINEPay のチャージ &Pay の支払いでポイント最大2.5%還元が終了します。なので11月いっぱいまでであればまだね、チャージ &Pay が使えるみたいなんで、学生の方で2.5%を狙ってる方は今のうちに使っておきましょう。そして来年の3月1日からについては、対象のサブスクリプションサービスの支払いで、ポイント最大9.5%還元において Amazon プライムのご利用はサービスの対象とならないということですので、こちらについても普段から三井住友カードを使って Amazon で決済されてた方は 覚えておいてください。ちなみにサブスクのサービスとか何が9.5%になるのかっていうのがですね、一応このページにとてもわかりやすく出ておりまして、他にも携帯料金についても詳しく出ておりますので、普段ご自身が使ってるサービスとか、これから使おうかなと思ってるサービスがあれば、ぜひね、このページをチェックしていただければと思います。 次、19番目、2024年の12月、三井住友カードとマネーフォワードミーということで、こちらも何度か動画で紹介してるんですけども、三井住友カードとマネーフォワード、ここがタッグを組みましたよってことが7月に発表されて、お客様起点のオープンなお金のプラットフォームへということで、それぞれのサービスが強化されますよと。そして、今後展開予定のサービスということで、これからどういったサービスが展開されていくのかっていうのがですね、一応出てはいるんですけども、個人的に何度も言ってるんですけども、気になってるのはここですね、ポイントが貯まる家計簿ということで、 フォワードミーのご利用状況に応じて青と黄色の V ポイントがお得に貯まる機能を検討してまいります家計の管理や見直しをより一層楽しくお得な体験へとアップデートしてまいりますということですのでまあ、僕もねアネフォワードミーについては年間で課金してるぐらいですねめちゃくちゃ愛用してる一つのサービスとなっておりますので、まあ、おそらくね普段から課金をしてる方とかが対象になってくるのかなと思うんですけどもここがどんな風にまあ、V ポイントが貯まるサービスとして出てくるのかどうかめちゃくちゃ気になるとこではあります。こちらもね、サービスが発 発表され次第第細かいいい情報が出てき次次でですすねチャンネルで紹介したいと思います次に20番目2024年の12月 V カードプラスプレミアムということで以前の名称で言うと T カードプラスプレミアムなんですけどもそこのちょっとルール変更が発表されておりまして2024年の12月請求分より改定となるポイントプログラムということでどんな風に変わるかというと左側改定前で右側改定後ということなんですがまずカードショッピングのポイント還元率1%還元だったのが0.75%還元に変わります 次に、もともと特定加盟店で0.5%上乗せっていうサービスがあったんですけども、それがなくなる。そして新たに追加されるのがリボルビング払いのご利用時のポイント還元。もともとそういったサービスなかったんですけども、リボ払いにすることで0.5%が上乗せにされて、これをうまく使えば実質の還元率が1.25%になりますよということですんで、まあ、個人的にリボってうまく使える方は全然使ってもらってもいいんですけども、うまく使えない方はそんなにお勧すすめするサービスではないので、まあ、興味がある方は見ていただければなと思います。 いやーけどまあ、ここのポイント還元率が下がっちゃうのは結構ショックっちゃショックですよね。そして、もう少し続きがありまして、21番目、PayPay 他社クレカ終了というのが来年の1月ということなんですけども、それがこちらも、こちらもね、何度も紹介しててかなりね、痛いニュースの一つではあるんですけどもペ、PayPay イペイを利用した支払いの際にペ、PayPay イペイカード、PayPay ペイペイカードゴールド以外のクレジットカードを利用した決済ができなくなる期日を2023年の8月1日から2025年の1月に見直しますということで、8月の1日 で終了する予定だったんですが去年のですねそれが来年の1月に変わったんですけどももうそろそろ1月尽きちゃうんですよね合わせて新規登録の停止も見直しますと延長してくれたのは嬉しかったんですけども個人的にはね本当ずっと続いてほしいなっていうのが正直な感想ではありますまあね 他社クレーカーも使って決済してますし、現在は PayPay のクレジット Q 後払いを使ってもですね、僕は使ってるので、とりあえず PayPay カードを使えば問題ないじゃないんですけども、もうこれがなくなるのはかなり痛いです。他のスマホ決済であれば、楽天ペイとか D 払いとかであればね、他社クレーカーを使って連携して決済はできるんですけども、やっぱり、いろんなお店行くにしても、とりあえず PayPay だけが使えるところがあったりするお店が目立つので、まあほんとね、これについてはなんとかならないかなっていうのが自分の思いではあります。 一応ですね、スマホ決済ペ p ペ y の管理画面に入って、 そそそそここここからでででですすすねねねカーード追加ののののメニューがああるるんですけどもそこにに、ね、停止予予定定とというふうう出てるので、まあ、今のところははまま予定通りり行きそうな雰囲気はありそうですよ、ね、次に22番目、2025年1月、楽天カードプライオリティパスということで、こちらもすぐ来ちゃいそうですよね。楽天カードの付帯サービス、プライオリティパスのサービス提供方法及び提供内容の変更についてということで、楽天のプレミアムカードとか楽天ブラックカードを持ってる方がいらっしゃれば、プライオリティパスをね、持ってる方もいらっしゃると思うんですけども、それについてのちょっとね、ルールが変わるという ことでしてそれが来年の1月からまず変わる内容としてプライオリティパスの会員証は来年の1月以降ですねプライオリティパスメンバーシップカードからデジタル会員証に変更がなるということ2025年1月以降にプライオリティパスの会員証を発行される方は楽天カード会員様専用サービス楽天 e ナビにて発行手続きをお願いしますということですねちなみにそのカードについては来年の2月頃を持って使えなくなりますこのカードからこのデジタル会員証になりますよとなのでお財布からねカードを外すことができるのは結構楽 作っちゃ楽ですよねそして、もう一つのルール変更はこちら。楽天プレミアムカードの会員様は、来年1月以降については、プライオリティパスにて、無料でご利用いただけるラウンジの利用回数が年間の5回まで変更となりまして、楽天ブラックカードの方については、引き続き回数の制限なく無料で使うことができます。ご利用料金は US ドルでの請求となるということで、プレミアムカードは6回目以降の利用料金は1回あたり US ドル35ドルですね。同伴者の方も1名につき35ドル。 楽天ブラックカードの方は1回のご利用につき同伴者2名様まで無料。そして3名以上の方は1名様につき35ドルかかりますよということですので、まあ、海外に行かれる方とかね、プライオリティパスを愛用されている方もいらっしゃると思いますので、該当される方がいらっしゃればこちらのページもね、絶対にチェックしておいてください。次に2025年2月 SNBC デビットオリーブへ自動切り替えと。 それがこちら、SNBC デビットを使っている方なんですけども、オリーブへアップグレード、自動切り替え、または SNBC デビットの継続量に関するご意向の確認についてということで、まあ、おそらく三井住友銀行を使っている方であれば、すでにオリーブに変えてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まだ変えられてない方は、オリーブにしますかみたいなご案内が来るみたいです。2024年の10月以降、対象のお客様へ E メール、アプリ、書面等でご意向の確認の連絡をいたします。その時に、 自動切り替えを希望するかで、すね SNBC デビットを継続利用さされるか選択してくださいとで自動切り替えの対象のお客様には2025年の2月以降新カードが届くみたいなので、もし該当される方がいらっしゃれば、こちらのページもね、見てどのような案内が来るかですね、今一度確認していただければと思います。まあ、これを見る限り本格的に本当オリーブに移行しませんかというのがですね、かなり強くなってる印象ではありますよね。次も三井住友関連で2025年春頃に三井住友カード旅行サービスということで、こちらにつ ついでもですね、一つの新サービスが始まるみたいなんですけども、三井住友カードと、この HTS という旅行サービスがあるんですけども、そことタッグを組みますよっていうことが発表されております。 基本的には三井住友っていうのは金融サービス、例えば決済とか口座証券、保険とかポイントが主だったんですけども、今回から非金融サービスとして新たにですね、サービスが展開されるわけなんですが、まあ個人的にね、すごい気になってるのはこちらも何度か動画で紹介してるんですけども、旅行ポータルサイトでの利用を前提とした旅行積み立てで V ポイントを上乗せする機能というのがですね、ちょっと気にな,はなってるので、まあここもね、サービスが展開されてどのようなサービスとして出てくるのか、詳細が発表されたらですね、こちらのチャンネルでまた紹介をさせていただきます。 きたいと思います次25番目2025年3月31日ダイナースクラブ自動付帯終了ということでこれ比較的最近アップされた情報なんですけどもダイナースクラブのカードの重のお知らせということでカード付帯保険の適用条件および保証対応の改定が発表されておりますこれがどういった風に変わるかというと海外旅行傷害保険そして国内障害旅行保険については2025年の3月31日までであればそれぞれねカード利用有無にかかわらず自動で適用いわゆる る自動負担だったんですよ。それが、 来年の4月1日以降からですね、利用条件付きになるんですよ。いわゆる利用負担に変わります。旅行代金とか、ダイナースクラブカードで支払った場合に適用がされると。これは海外と国内同様にルールが変わるということですので、まあ、このチャンネルを見ていただいている方で、ダイナースクラブのカードを使っている方がいらっしゃれば、自動負担ではなくなるということで、こちらもですね、かなり重要な情報かなと思いますので、頭の片隅に入れていただければと思います。次26番目、2025年4月末、LINEPay サービス 終了とそれがこちら LINEPAY サービス終了に関するお知らせということでね、まあ、動画内で何度か紹介してきてるんですけども来年の4月30日をもって日本国内におけるモバイル送金決済サービス LINEPAY が終了しますそして各サービス終了のスケジュールについてはこちらに出てる通りとなっておりまして先ほどお伝えしたような LINEPAY プリペイドカードについては来年の1月で終了そこからいろんなものが終了していって、まあ、本格的に4月下旬で全てのサービスが終了するとですけども LINEPAY クレカとか LINEPAY クレカポイントプラスの カードについいては有効期限までででで使うことができるというこことととがきるすのでそのカードを使って普段からラインポイントを貯めてる方はこのまま使うことができます。た、まあ、まったラインポイントはね、ペ p ペ y ポイントに交換することもできますので、使い道が困ってる方はとりあえずペ p ペ y ポイントに交換してね、サクッと使うぐらいがちょうどいいかなと思います。 次27番目、来年の春頃にファインペイリアルカードということで、こちらも過去動画で何度か紹介してるんですけども、来年の春にですね、ファインペイのリアルカードが出てくるみたいです。ガソリンスタンドや鉄道改札、海外加盟店など全 JCB 加盟店4900万点でなんと国内外使えるみたいで、ここら辺は結構注目してるところではありますね。他にもね、 新たなサービスも出てくるような雰囲気が出てきてますんで、まあ、こちらについても詳しい情報が出てき次第ですね、このチャンネルで紹介をさせていただきたいと思います。そして28番目、松井証券と JCB カードのクレカ積み立て、来年の5月からということで、こちらも比較的最近ね、動画で紹介したんですけども、JCB とのクレカ積み立てサービスを2025年5月よりキャンペーン適用で積み立て額の最大7%ポイント還元がされますよということなんですけども、今回クレカ積み立ての対象となるクレジットカードは、基本的に は JCB のプロパーカードが対象と。JCB カード S、JCB カード W、JCB カード W プラス L、その他の一般カード、あとは JCB ゴールド、ザープレミア、そしてプラチナ、ザークラス、これらが対象。で、カードによってですね、付与されるお気き時きポイントの還元率が変わるんですけども、JCB カード S や JCB カード W については最大0.5%、そしてゴールド以上については1%となりまして、 これただ付与されるだけじゃなくて、対象カードを月に5枚以上使わないといけないっていうちょっとルールがあるので、ここら辺は結構ね、ルールが厳しいっちゃ厳しいですね。で、上限金額が毎月10枚まで、対象口座は全ての口座、特典一般2 i で、そこからさらに、最大6.5%還元や最大7%還元っていう、まあ、キャンペーンをうまく使えば、お得にね、ポイントを獲得できるわけなんですけども、キャンペーンについてはこの URL をタップすれば出てくるわけで、例えば、米国株を500ドル以上買い付けしたら、 2とかニーサ口座開設プラス2スイープ入金設定でプラス1パーとか、イデコ口座連携で1パーということで還元率は高いけど、ちょっとね条件がかなり厳しいっちゃ厳しいので、できそうな方はやっていただいてもいいんですけども、おそらく他の口座でニーサ口座を開設したりとか、イデコを別の口座でやってたりとか、米国株500ドルはかなりね額も大きいので、できるとしてもやっぱスイープ入金のプラス1パーぐらいかなと思うんですけども、それを踏まえて最大7パーまで狙うことができますので、興味がある方はでき。 基礎の方がいらっしゃれば やってみるぐらいがちょうどいいかなと思います次29番目来年の10月にふるさと納税のポイント見直しということでこちらもね何度か動画で紹介してるんですけども今年の6月の25日総務省で発表されたのがふるさと納税ポータルサイトでのポイント禁止というのが発表されてこれが来年の10月から適用されます背景としたら利用者取り込み競争の過熱があったりとか自治体がサイトを運営する仲介業者に支払う経費が重んでる可能性もあったりするのでそういった背景もあってポイント付与が終了するとでそれに伴って。 楽天市場のふるさと納税ではポイント付与を禁止する反対署名活動というのが行われているのでもしこの署名をですねやってみたい方がいらっしゃれば一応概要欄にリンク貼っておきますのでここからサクッと署名をやってみましょうでここまでがルール変更についてでそして30番目はねもうこのまとめ動画の最後でお伝えしている TikTok ライト5000円相当というキャンペーンについて紹介しますもうこちらはですねまだ取り組んでない方はもうこのタイミングで取り組みましょう最大5000円相当がもらえるキャンペーンということでそれが何 なんなのかというと、TikTok Lite というアプリを使います。このアプリを使ってインストールした後に条件を満たすことで、この最大5000円がもらえちゃいます。 その5000円というのは、今出てるような PayPay ポイントであったり、ポンタポイントとか Amazon ギフトカード、他にも Apple ギフトカードとか Google プレのギフトカードなどに交換することができます。次に5000円相当ゲットするまでの流れなんですけども、まずは TikTok Lite のアプリをインストールする必要があるんですが、アプリをインストールする前に Wi-Fi をオフにしてください。4G 回線や 5G 回線を使わないと、キャンペーンが適用されない時があります。次に、この動画の概要欄にある招待リンクをタップします。 そして、そのリンクをタップしたらですね、参加するっていうのがポップアップで出てきますんで、そこから参加するをタップしてインストールをします。参加するっていうのはこの部分の参加するですね。そして、アプリインストールした後は、もう一度お手数なんですけども、概要欄にある招待リンクからアプリを起動して開きましょう。こうしないと、またキャンペーンが適用されないという場合がありますので、これを行ってください。そして、アカウント登録した後は、1日1回チェックインというのを行います。もう一度言います。 アカウント登録した後は1日1回チェックインをして、それを10日間連続で行います。10日間連続で行います。チェックインというのはアプリをインストールした時に、ここのチェックインというのがあるので、ここをタップします。これを10日間連続で行います。もう日付が変わったらすぐチェックインができますんで、ここからチェックインをポチッとやってください。 そうすることで最大5000円相当がもらえちゃいます。ちなみに、その TikTok Lite については動画を視聴するだけでポイントが貯まるポイ活に特化したアプリとなっております。 次に、すでに通常の TikTok をダウンロードしたことがある人は、一度 TikTok のアプリを削除して、丸1から行ってください。丸1は先ほど紹介したこの丸1のところですね。また、通常の TikTok と別物なんですけども、アカウントが紐づかないようにしたいので、通常の TikTok のアカウントと別の LINE とかメールアドレスで登録することを推奨します。あとですね、インストールした後については、TikTok Lite で動画を視聴するたびにポイントを貯めることができますので、もちろん5000円獲得してそのまま終わりでもいいですし、通常の TikTok をね、 使ってる方がいらっしゃれば、TikTok l i t e に切り替えればですね、コツコツポイントを貯めることができるので、インストールした後も使うのもいいかなと思いますね。TikTok l i t e では、タスクがですね、日々更新されてるわけで、このように広告を毎日見て最大1440ポイント獲得しようとか、あとは動画を見てね、ポイント貯めたりとか、日々このミッションが変わってきます。でもし溜まったポイントを交換する場合については、右上の交換っていうのをタップして、 で、この交換をタップすると、ポイント交換画面に出てきます。個人的におすすめなのは、先ほど紹介したこの選べるペイですね。これをタップして、そこからポイント交換する場合は、このように交換額を指定します。ちなみに TikTok は、1万ポイントで100円分ということになりますね。なので、100ポイントで1円分というふうに考えてください。で、このまま交換するをタップして、あとは選べるペイで、何か交換したいポイントを選択して、このまま交換すれば OK というような流れになります。 ちなみに交換自体はね、即時にね、交換することができるので、そこがね、またいいところかなと思います。これもね、よくまとめ動画でも言ってるんですけども、5000円相当付与のキャンペーンは不定期で開催されておりまして、まだ、この5000円相当のキャンペーンに取り組んでない方は、このタイミングで取り組みましょう。このチャンネルはいかに見ていただいている方がお得になってもらうかということで紹介しているチャンネルとなっておりまして、もうほんとね、ただで5000円もらえるようなもんなんで、ぜひですね、1回だけにはなるんですけども、このタイミングでぜひ取り組んじゃいましょう。僕の招待リンクでよければ概要欄に貼っておきます。 というような感じで合計30個でございました。まあ、そんなこんなで今回は2020年11月以降改定始まるまとめということで簡単ではありましたけどもルール変更についてまとめさせていただきました。11月以降については直近だと個人的にねちょっとチェックしておいてほしいのはまずはキャンペーンであれば D ポイント増量のキャンペーンそして JQ カードセゾン使ってる方はポイント付与が追加されているということあとはメルカリの D ポイントの還元率が変わるということまあ、ここら辺をチェックしておいた方がいいかなと思います。あとは熊本に住んでる方であれば交通系もうほ ほぼね、もう熊本の方はご存知だと思うんですけども、交通系 IC カードが使えなくなるということですね。で、また、12月以降に関しては、ま出てる情報も限られてるので、それについてはね、また情報が更新され次第で、チャンネルで紹介できればと思います。まあ、あとね、このまとめ動画を作る際に、まとめお疲れ様ですというふうにね、ありがたいコメントをいただくことがあるので、本当ね、そういったコメントというのはすごく励みになっておりますので、いつも応援本当にありがとうございます。 こういったまとめ動画については調べる時間であったり、撮影編集までめちゃくちゃ時間がかかるので、ほんとね、そういったコメントにはめちゃくちゃ救われます。いつも本当にありがとうございます。そして今回ね、動画などでお伝えさせていただいた各参照リンクですとか、TikTok ライトの紹介リンクについては概要欄に順番に貼っておきますので、何か気になるものがあればね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。